ハウディー。はい、どうも、ジェスタードンカッカでございます。さあ、今日から始まりましたこちらのラジオ番組と言っていいのかな、どうなのかな、ラグナルクオンラインをやりながら私めの軽快なトークを楽しんでいただこうという、まあそういったね番組趣旨になってるわけなんですけども、ただねラグナロク動画を見るだけではまあなんだなってことで、このノービスちゃんのね、このノービスちゃんの成長具合を皆さんのコメントでお任せしていこうという動画でございます。本日はそちらの第1回ということでね、以前ね先週かな第0回というのをアップロードして、皆さんにこちらのノービスちゃんの、方向性をお聞きしたんですね。一体何の一時職に就いたらいいのかっていうのを聞いたんですけども、アンケートの結果、アコライトが5票入ってましたね。みんなもっと入れてよ。というわけなので、まずアコライトに転職していきましょうね。はい、プロンテラへ転送と。でね、まあいろいろやるにあたってですね、まあ諸事情ございまして、ギルドを立ち上げました。はい、コミュニティの方、ニコニコ動画でご覧の方でしたら、ニコニコミュニティというものがありまして、まあ動画の説明文のところにね、コミュニティページが記載されているかと思われますけども、まあ、この辺でやってたら迷惑なんねえかな。よいしょ。はい。わかりますかね、ギルド。閣下の実験室というギルドを作りました。こちらのギルドでもって、もしね、この動画の中で僕と絡みたいよ、みたいなことを思っている人がいらっしゃいましたら、またこのノービスちゃんの成長を助けてくれるよっていう、支援者の方々いらっしゃいましたら、ぜひぜひね、コミュニティの方に入っていただいて、で、こちらの、救急車だ。こちらのね、ラグナロクオンライン内のギルドの方に、まあ、入っていただければと思っておりますので、ニコニコミュニティの掲示板で、いつ何時何分に、ログインするよって、言っていただければ、私、お迎えに行きますのでね、よろしくお願いします。まあ、そんなところで、ね、パーティー名も、育成動画撮影中っていうパーティーになってますんで、見かけたら声かけてください。ゲーム内で構いません。見かけたら声かけてください。また、アポイントを取ろうという方は、ぜひぜひコミュニティの方にね、ニコニコミュニティの方に入っていただいて、そちらからアポイントを取っていただけるとありがたいですと。はい、じゃあまずは、アコライトに転職なんですけど、ここだっけ？こっちアコだっけ？プリストじゃなかったっけ？あ、両方か。すっかり忘れちゃった。アコライトに転職したいんですと。ね。はい。反対側の部屋へ置きなさい。こっちプリストだった。恥ずかしい！やばい！恥ずかしい！そう。あ、完全に忘れてた。そっかそっか。そうだよね。こっちだよね。アコライトね。そうだった、そうだった。はいはいはい。はい。アコライトになっちゃいます。ね。はい。ね、心から神のお使いになります。私の名前は、ジェスタードンカッカです。と。はい。いう感じで、まあ、アコライトに。はい。あれ？そっかそっか。最近は楽になったよね。昔はさ、これアコライトになるのに、プロンテラ中ぐるっと回らされて、すごい、ね、長旅をしたもんでしたけどね。今はこんなですか、そうですか。さて、装備できるものが何もない。ね。キャー、ゼンラーっていう感じなんですけども、とりあえずコットンシャツは着せてあげましょう。はい。で、まあ、0回で話はしたんですけど、STR9 のアジリティ9なんですよ、こいつ。
ね、デックスが9っていう、こういう状況なので、どうしようかなと。殴りアコですよ、基本的には。ね。殴りアコをまずやっていこうと。で、ジョブレベルが40ぐらいに達したところで、また皆さんに問いかけますよ。ね。こいつ何にするっていう感じで。殴り、ああ、でもそうか、ジョブレベル40のところだと、まずいのか。いろいろと。まずアカデミーに戻りましょうよね。そうだよね。いろいろまずいよね。どうしよっか。スキルフリーもあるしね。じゃあ、とりあえず、今回、これで2択になりましたから、皆さん答えやすいでしょう。お答えください。プリーストですか？文句ですか？そこです。この2択。プリーストか文句か。みんな、これで決めていただけるとありがたいです。で、まあ、動画の中でね、第0回のお話で、コメントでいろいろあったんですけど、倉庫使うのと。ね、共有なのと、装備品は。はい、共有です。使っていきますよ、ガンガン。ガンガン使っていきますよ、そんなもんね。で、じゃあ、とりあえずどうしよっかな。とりあえず、ろくな装備がないんですよ。アコライト用のね、殴りアコ用の装備なんてね、あ、これ転生か。全然ないんで、どうしよっかなってとこなんですけど、持ってねえなあ。どうしよっかなあ。どうしたもんかな。本当にこれマジでやばいな。どうしよう。リリースオブウィッシュか。リリースオブウィッシュで殴るか。あれ、要求レベル50だ、これ。ない。武器がない。あ、いいなった。いいなって、メイスだ。要求レベル2だけども、まあまあまあ。エクステンデッドカーシングメイスがありましたよ、皆さん。インジャスティスカードと、白玉カードが刺さってますけども。とりあえずこれで、殴っとこうよ。ね。あ、よかった。とりあえず武器があった。うん。それだけで十分だ。すげえのあったなぁ。いつ手に入れたんだ、こんなの。覚えがない。全く覚えがないですよ。じゃあ、最低限何がしかの装備をね、とりあえず入れとこうよ。ひよこちゃん。ひよこちゃん、要求レベル10か。あと1個上がれば、ひよこちゃんが装備できるんで、ひよこちゃん、装備しちゃいましょう。それから、アカデミーバッジは必須だね。あとは、あとなんだろう。あとなんだろうな。アカデミーバッジつけるでしょ？それから、キシリトールガムか。とりあえず、つけとこうかな。とりあえず、あ、なんか、他の、あ、幸運のガントレットがあったよ。70？ え？要求レベルあったんだ。幸運のガントレット。要求レベルあったんだ。知らなかった。マジか。じゃあ、とりあえず、キシリトールガム。これにしましょう。はい。それから、まあ、こんなところかな。あとは、まあ、いいかな。あ、いいのあった。初期の育成さ。これだよね。ポイズンクリップ。ね。これで、インベナムをとりあえずぶち込んでいけば、問題ないんですよ。ね。そうそうそう。そういう感じでやっていこうと思いますよ。はい。じゃあ、キリトールガマシをしまっとこうね。あと、あとは頭とりあえず靴もなんもねえんだよな。はい、というわけでとりあえず、装備品があらかた決まりました。こんな感じになります。よいしょっと。はい、武器エクステンデッドカーシングメイスプラス8ね。なぜかこんな変なメイスがありました。それからモッキングマフラーをどっかから持ってきて、なぜかアンデッドバスターのサンダル、ね、コットンシャツで、アカデミーバッジとポイズンクリップ、こんな感じでとりあえず、まあそうね、レベル上げしていこうかなと思います。はい、インベナムをショートカットに
セット。さあ、じゃあまあやっていこうかね。とりあえず実習室で今日のところはやっていこうかなと思いますよ。はい、モンスターと戦ってみようということで、戦って適当にレベルを上げていきましょう。さて、まあレベル上げながら皆さんに、じゃあまあ自己紹介がてら第1回ですからね、僕が何者なのかって話をしていこうかと思います。0回から見てくれた人にとってみたら同じことをもう一回話すんじゃねえよみたいなことなんですけども、嫌なら見るなということで、やばい、ポポリン叩いちゃった、やばいやばい。ですね、なんだろう、そのやばい、混乱してきた、混乱してポポリン叩いちゃった。ね、私ジェスタードン閣下と申しまして、こんな感じのね、ラジオ動画を、動画じゃねえな、ラジオ音声を昔垂れ流していたことがございます。はい、ラグナロクオンラインをはじめとしていろんなゲームをやる人間なんですけども、まあ、基本的には今回はこのラグナロクオンラインを通じて皆さんに、私の身の回りで起こったね、日常のあることないことを話していこうかなというふうに思っている次第でございますので、どうぞ何卒よろしくお願いしますという感じで、まあ今週あったことをね、そんな感じでこう話していこうかなと思ってるんですけども、今週何があったかね。まあいろいろね、動画も投稿してるんですよ、これ以外にも。顔出して、まあ、バカなことやるのがね、大体のまあ僕の生活スタイルになってるんですけども。今週アップした動画で面白かった、個人的に面白かったというか、まあ自分が面白いと思ってるからあげるんですけど、ね、そうじゃなかったら動画ってあげませんからね。今週の、まあ、自信作というか、なんというかは、まあ、YouTube にもニコニコにも両方上げてるんですけども、ハイオレスーパーニェルコちゃんタイムのパルプンテナパスタを作るっていう動画。これがね、まあ、僕の今週の一押しですかね。ウェブ上で展開されてる漫画でして、ハイオレスーパーニャルコちゃんタイムっていう、検索してもらえばいいんですけども、動画、そういうアニメじゃねえな、漫画があるんですよ。ウェブ漫画がね。で、その漫画の最新のお話に出てきた、パルプンテナパスタっていうのがありましてね。パスタを、なんぞこう、重曹で茹でると、なんか麺の食感がパスタの麺じゃなくて中華麺みたいになるっていう、そういうお話だったんですけども、ほんとかよって思いまして、実際やってみたんですよ、ね、やってみたところ、まあどうなったのかっていうのは、まあ、動画の方ね、ぜひぜひご覧いただきたいといったところなんですけども、それぐらいかね。まああといろいろ買い物もしてきたよ。まあ全て動画のための買い物なんですけどね。最近ね、ほら、コミックマーケット、まあ、年末に開催されるじゃないですか。それ関連のニュースで、なんだっけ、黒子のバスケ、ですのとか言うの？それ、ね、そう。それの、ジャンルが閉鎖されるって話を聞きまして、なんか脅迫があったらしいですよね。うん。まあ、バカなことやってんなと思いましたけども、こいつはちょっと美味しいなと思いまして、私もね、その黒子のバスケ騒動に乗じて、ちょっと一枚噛んでね、再生数狙っちゃおうかな、みたいな、そういう風に思ったわけなんですよ。で、じゃあでもね、どうしたらいいのかって考えた結果、黒子のバスケを、まあ僕知らないんですよ、実際。どういう作品なのかって、一切知らないんですよ。知らないなりに、なんだろう。こう、黒子のバスケを1ミリも知らない俺が完全再現してみるみたいな感じの動画をね、適当に
やったやつをこう作って、あわよくば炎上すればいいんじゃないかなと僕はちょっと思ってるわけなんですけどね。でまあそれ関係で衣装を買い漁りに行ったわけなんですよ。まあこれがなかなかね思ったような衣装がなくて、どうしたもんかなと思いつつも、いろいろこうお店を見て回ってたりしたわけなんですよ。いろんなとこいましたね。ドン・キホーテだとか、トイザラスだとか、まあそういった今ってほら時期的に忘年会の時期なんですよね。ですからそういった雑貨屋、雑貨量販店みたいなとこ行けば、とりあえずそのねコスプレ関係の適当な衣装がねあるじゃなかろうかというこう甘い考えで行ってみたんですけども、まあ思ったようなものがなくてね、どうしたもんかなと、やはり茨城県田舎だなと思ったわけなんですよ、ね、でまあこう考えあぐねていたところ、トイザラスにね行った時にちょっとね余計な買い物しちゃいまして、買う予定はなかったんですよ。なかったんですけど、 あるけどなかったっていう例のやつね、あの買おうと思っちゃいたけど、まさか今買うと思ってねべっていうようなアイテムをまあ買ってしまいまして、はい。でですね、まあそれ買ったのはいいんですけど、どうすべと使いどころがないなぁと思っておりまして、まあ多分そのうちまたね動画をこれで一本撮ってお蔵いっちゃうのかなっていう感じではあるんですが、まあ安かったしね、うん、クリアランスセールのものだったんですよ。クリアランスセールで1500、600円ぐらいするものが300円で売ってたんで、別にお財布的には痛くなかったんで、まあそれはそれだからいいかなっていうところなんですけどね。いやーまあそんなですよ僕の一週間いつ仕事してるんだよって話ですけども、僕の仕事今のところこれですよね、動画投稿みたいな感じなんでね、さあどうしたもんかなといったところですけども、いやさすがに序盤はレベルがガンガン上がるね。さてどうしようかな、結構レベル上がってきたんで時間もいいところかな、まあこんなとこでしょう、とりあえず初回ってことで、だいたいこんな感じで毎回やっていこうかなと思います、ね、たわいもないトークを聞きながらラグナロクの動画を見ていただくみたいな。ぶっちゃけね、ラグナロク画面、これ動画の画面の方見なくて大丈夫です動画の画面だけ見るか音声だけ聞くかね、まあ両方楽しんでいただきたいっていうところではあるんですけど、基本的にどっちか片方でも楽しめるようになってますんで、好きなように見てください。あなたの思ったように見たらいいじゃない、ね、そういう感じですよ、はい、あ、そう、それで思い出した、あのね、一応そのアップロードをする際に音声のダウンロードがを許可しますかっていうのが出てくるんですけど、第0回の動画の方音声ダウンロード一応 OK にはしてあるんですよ。してあるんですけどね、ニコニコ動画で知名度が全くないこの僕のトークを早速1個ダウンロードした人がおりまして、誰だ先生怒んないから名乗り出なさい。ね。ありがとうございます。ね。今後もね、基本的に音声のダウンロードは OK にしていくんで、どうぞ、気に入った方、ね、あ、こいつ面白いじゃねえかと思っていただいた方、音声ダウンロードして、iPod とかにね、iPhone とかに入れてくださいな。ね。ゆくゆくは、こう、週1でアップしていって、iPhone の 64GB の容量を埋め尽くしてやろうとこう思ってますから、ね、iPhone が埋め尽くされるその日まで僕が心折れずに続けていけるかどうかは分かんないですけど、
まあだいたい1回30分前後の狩りですから、まあそんなにね、寿命短くないとは思うんですよ。アコライト選んでこの先二次食、転生1次、転生2次、3次ってありますから、まだまだね、この動画の寿命は長いっすよ。まだまだ始まったばかりです。まあそんな感じなんで、よろしくお願いします。本当ね、皆さんのコメントが頼りです。じゃあ最後にまあぼちぼち締めさせていただこうかなと思うんですけども、最後に皆さんにこの子の今週のステータス振りを聞こうと思います。どうする？ねえ、どうする？僕的にはそうですね、 STR をとりあえず20ぐらいまで上げてから、あとはひたすらアジリティに振っていく感じでいいんじゃねえかなと思うんですけども、どうでしょうか。皆さんのコメントでステータス振りますので、コメントなかったらこの子ステータス振れないんですよ。よろしくお願いします、ね、前半に聞いたこいつは、プリーストになるのか文句になるのかっていうのと加えて、このステータス振り、はい、よろしくお願いいたします。さあ、まあじゃあとりあえずこんなところですかね。はい、あ、そうだ、終わる前にスキル振りも聞きたいんだけどな。スキル振りは職業が決まるまで振れないんで、来週決めます。スキル振りはとりあえず来週決めます。あ、ヒールだけ1個取らせてもらっていいですかね。それも来週、いいや、来週でいいや。ステータスと職業、今週はその2つ皆さんに聞こうと思います。で、一応ね、ギルドも立ち上げちゃいましたから、たまり場みたいなのを紹介してそこで落ちようかなと思ってますんで、どこにしようかなってとこなんですけど、基本はプロンテラだと思うんだよね。プロンテラ、プロンテラのどこがいいかな。あ、そうだ、あそこにしよう。僕ね、基本的にまあいろいろインターネットの掲示板とか動画サイトとかいろんなとこ見てますよ。いろんなとこ見てるんで、まあね、いろいろな場所がその集会場の候補として使われてるのは知ってるんですけども、僕の一番よく行くね、双葉チャンネルというサイトがございます。はい、その双葉チャンネルの、ラグナロクスレッドでかなりの頻度で使われる集合場所がございます。それがですね、こちらプロンテラ大聖堂の、まあ今ないんですけど、ここにねいつもオルガンがあるんですよ。皆さん知ってると思うんですけど、今はクリスマス仕様になっちゃってオルガン撤去されちゃいましたけど、ここにね、普段はオルガンがあるんです。このオルガンの裏っていうのが、双葉チャンネルのラグナロクスレッドの中でのまあ大体の集合場所になってたりしますんで、僕もそれに習って基本ここからスタートでここで落ちようと思ってますので、支援していただける皆さんとかいらっしゃいましたら、毎週水曜の22時から、大体23時ぐらいの間を目安に収録となってますんで、収録始めるよっていうチャットをね、ここに立てておきますんで、それぐらいの時間になったらこのオルガン裏来ていただけると僕いますからね、絡んでくださいなということで、狩りのお手伝いも同時に募集しますよと、ね、本腰入れてお手伝いしてくれる方はどうぞ、ゲーム内の方でねお話ししていただければ、ギルド参加要請飛ばしますんで、ギルドの方も、参加しちゃってくださいねっていう感じで、一つよろしくお願いします。英語で言うとワンプリーズ。こいつまた言った、うぜ。はい、というわけで、以上、長々と30分前後ですかね、お話しさせていただきました、ジェスタードン閣下の、ラグナロクラジオ、略してロジオ、
これをとりあえず仮のタイトルとさせていただこうと思っております。ジェスター鈍角化のロジオ、一つよろしくお願いしますね。ではまた来週このオルガン裏でお会いしましょう。皆様さようなら、ありがとうございました。